暑い。3日連続で朝配信来れた、すごい。土日は9時からだからいいよね。つぼゆうすけさん、レブニアンさん、カズくんさん、ありがとう。第2姿勢が良くなる、ラジオ体操したら。おはよう。そうなんですよ、私の嬉しかったこと、報告したかったことが、夜、そう、夜公開されてて、そう、なんとチュリさんの生まれてこの方に出演させていただくことになりました。いや、ショールームがきっかけなんですよ、これ。すごいよね、そんな気持ちで投げてたわけじゃなく、そう、ただただ上がりたいっていう気持ちで投げてたら出れるようになるなんて、すごい。アトムちゃんさん、デブニアさん、坪井ゆうすけさん、大月上島のカズさん、コウさん、中野さん、ありがとう。すごいよね。うまかった、そう、うまかった、生まれてこなかった。そう、なんかデザイズアートさん、キョンシーさん、キョウちゃんさん、ありがとう。チュリさんがなんかそのラジオの方に誰なんか呼びたい人いるみたいな聞かれたらしくて、その時に言ってくださったらしい、そう、提案してくださったらしい。あ、コロコロしてます。あ、ディスコー、そう、優しいですよね。おはよう。山地さん、クマありがとうございます。おめでとう、おめでとう、ありがとう。コロマージさん、コロマージさん、お誕生日おめでとうございます。よいしょ。コロマージさん、おめでとう。おめでとうございます。おめでとう。ダダダダムドさん、ももさん、ありがとうございます。ゆきさん、タワーありがとうございます。ビョンビョンビョン。髪がないんですよね。
2020年6月7日、7日なのか。ありがとうございます。ありがとうございます。面白い。マジ。まあ7日っていうのは分かってましたよ。ちゃんとあれがあるから、カレンダー。ショールームのクマさん、瀬戸内の対象メンバー全員来たの？え、来たんじゃない？対象メンバー。あとは、お家に郵送されるわけじゃなかったので。ゆきかぜさん、きょんしーさん、つばゆうすけさん、ありがとう。そうので、その用事があって行ったりしてるかみたいな感じですね。こうさん、ありがとう。スケッチブックはちびっこのお手紙に使ったのかな。いや、普通にいつも書いてるやつが両方紙なくなったの。リラックマじゃないよ、リラックマじゃないよ。皆さんのお手元にもございますよ、このギフトの欄開いて、そう、定番だっけ、あるよ、そこに。奥村スケモンさん、ありがとう。残卓さん、ありがとう。わかるようになった。東京特許許可局局長さん、クマありがとう。投げちゃった。セリアさん、ありがとう。なおちゃん、イベ最終日、一日中やってます、遊びに行って。昨日行ったんですよね、実は。チャイナ服みたいな着てる時の配信、星投げに行きました。吉本坂46の藤井直ちゃんがお友達なので。シティリバーさん、テルさん、ありがとう。まだ達成してないですか？なんか達成系のイベントやってるんですよ。そうそう、あれ星じゃダメなのかな。キョンシーさん、奥村スケモンさん、デサイザートさん、ありがとう。どうどうどう。広重さん、クマありがとう。お友達なおちゃん、星でもいいのかな。いきなりおらんくなるやん、めっちゃ。さっきまで言ってたのに。さこちゃん、まだくまさん来ないって今の配信で言ってた。来てるんだけど取りに行ってないというか、多分そうだよ。私ツイッターと連携してますよ、ずっと。メンバー同士みたいなのは有料アイテム投げちゃダメじゃなかったっけ。なんで、え、そんな決まりないと思うけど。うざ。あったらおかしいよ。だってね。イベントだと関係者はどうのとかあったかも。でも有料じゃない、星投げて、星投げたもん。
関係者ダメみたいなの書いてあった気がするんだけど、気のせいか。そうなの？自分は知らない。ただ投げたメンバーいた気がする。すごいすごい。クマ片目しか見えてない。クマって事務所に取りに行くの知らない子いんじゃない？いや知らん。わかりません。私もたまたま事務所に行ったら置いてあってもらえた。ま、名前は書いてあったけど今村さんみたいな。そうので教えてあげようもないですもん。だって連絡先持ってないもん。連絡先ちょっとね、そう交換できる時がまだなくて。いっぱいありましたよ事務所に。まあいつかもらえるじゃん。そう、皆さんが教えればいいじゃん。事務所行ったらもらえるらしいよって言ったら終わるやん。私は言えないんですよね。早く言える関係になりたい。そう、ショールーム書いてあるのは知らんかったの？うん、でもこの前知った。メンバーさん全員の連絡先は知らないんですか？なんかね、あるんですよそういうあれが。そう、多分なんかなんて言ったらいいんだろう、多分どのグループさんにもあるんじゃないかなって思うけど。そう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 、あの何て言うんだろう、なんだっけ、活動を積んでから、ちょっと活動積んでから、そうっていうやつなんですよ。そうだから何制限されてて、そう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 、だから知らないの別に。だってそりゃウェイ、知りたいのは知りたいんですけど知れないの。そうそう、グループメンバー同士か、マネさんとかはコメントした、コメントしかダメみたい。グループ違うから大丈夫。そうなん？なんで？まあ行けばおる、クマは。決まりだから、私が交換してない、自分の意思で交換してないわけじゃなくて決まりなので。すごい、ゆうすけさん、キョンシーさん、ありがとう。ね、まっすぐにあったクマが一回ドボンして、朝日が眩しくていい子。あ、
見て、指先がちょっと細くなる。うまかった、楽しみです。私も嬉しい。エアコン自分のお金で買おうよ。あ、エアコンさ、雨降らんくなった。なんか郷美奈川さん状態。そんな横になってた、そんな横だった。そう、なんでかね、なんでか、なんでじゃろうね、降らなくなった。はよ、わかんない、除湿にしとったけん降りよったんかな。今は冷房だから降らないみたいな、ない、そんな。ええことやん。ええことなんですよ。2期生の紹介を終わったらちひーさんの紹介待ってます。どういうこと？どういうこと？この前さやかりの配信見ちゃいました。いいじゃん、いいやん、いいやん。もうエアコン解禁したの？うん、した。だってもうさ、結構あれじゃない、大変だったくない？昨日とかあっつーって感じだった。面白いな。今から頑張る、頑張れ。東京はマイナス5度でウェイ。ウェイ、いいね。ずっと使うと必ず水が出て外に出てるパイプが。うん、でも治った。毎日に帰省紹介になるのかと察してる。察さんでもそうでしょ。だって今は2期生紹介キャンペーンだから。インスタ、未知のエアコン頑張って治った。あら、えらい。私のエアコンえらい。わっ、ラーメンいいな。うわー、なんかあんまりお腹空いてなかったけど今一気にお腹空いちゃった。もうなんか昨日の夜もうちょっと縁側食べたい、あピザ食べたい、あお肉食べたいみたいな感じだった。何ラーメン、豚骨ラーメン食べたい。もう雨降ってないからいいの、エアコンはこのままで。また降った時に考える。キョンシーさんありがとう。今脂肪燃焼スープダイエットしてて、今2日目なんですよ。でも今日はスープと野菜の日、スープと野菜しかダメな日なの。昨日はスープと果物、1日目はだったんですよ。
そうそう。京野菜。うん。でも芋類とかダメだから、そうそう、目の前でとんかつラーメン食べてあげたい。拷問、拷問。最初が一番辛そうだし、もう少しファイト。そうなんよね。でも美味しかったんだよね。小麦は植物だから、小麦粉も麺も野菜。ダメ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 。そんなチュリさんのラジオゲスト出演するんだね。そうなんですよ、チュリさんがあげてくださったらしくて、候補に。優しい、楽しみ、聞いていただけるの。リアさんありがとう。この前じゃない、昨日あれ食べた、食べてない、飲んだ、あのあれ言ったっけ、プロテイン飲んだよって。引き締まったかな。MST の衣装ってスカート長いからさ、なんか私は太もも痩せたいけど、太もも痩せたとてなんかふくらはぎが痩せたら一番細くなったなって思われるのんですよね。そう、ミルクティーの、あ、そうそうそう、え、美味しかったよ。あ、でも牛乳と割って飲んだけど、低脂肪牛乳と割って飲んだけど、うん、あの美味しかったですね。顔シュッとしてる気がします。そんな1日で顔にさ、顔にさザバス効くの？顔も引き締まってってこと？筋肉が。とてって言い回し好きなのが好きなんで。おっぱいないし足が綺麗に見えて好き。あー、同行くんの時の。可愛いよね、あの手のひらひらが。血のふくらはぎなんかさ、ね、こうなる、こうなったよね。こうだ、あの筋肉でこう。プロテインいろんな栄養も入ってるからすぐやると良き。ほうな。ギルスさんありがとう。オレンジミルクは試してないよな。試せない、それ怖いもん。でも今日はすっきりしてるだけ、なんか今日むくみがないから。でも顔シュッとしてるって思ったのは正解だよ。今日軽いってなったの。そう、もうすぐ顔シックスパック。怖すぎる、意味が分からなくて怖すぎる。どこが割れる、それはどこが割れる、早っ。シュッてしたい、シュッて。メイクしてきます。わお、いってらっしゃい。ヤムケンさんありがとう。バナナ味を牛乳で混ぜて飲んでる。あー、いいね。なんかミルクティー味はあれなんですよ、女性用なんですよ。引き締め、
なんだっけ、シェイプ&ボディみたいなシェイプ&なんだったっけ、なんか全部両方4文字だったんだけど忘れてたな。そうなんかそういうね、女性用の筋肉をつけたいじゃなくて、なんか違う用途なんですよね。そうミルクティーがね、だってバナナとかはトレーニングして筋肉を良くするぞみたいな感じでしょ。前髪が塩分あまり取ってないから、ああ、確かに。ねきかねさんありがとう。シェイカーの尺いいな。みんな全然違う、みんな全然違う、タイバーにシェイパンのビューティーか、シェイクシャックいいな。いや STU 体操はほんまに効くよね。 STU 体操はほんまに効くと思う。あれよく分からんけどすんごい筋肉痛にはなるから、それがいいことなのか逆に筋肉がボコってなるのか分からんけど、でもダンスの先生は痩せるには筋肉痛が一番って言ってたから。 STU 体操が体のどこに効くのかが分析してほしい。そうなんですよ、私も聞いたんですこの前ダンスの先生に、どこに効くんですかって言ったのか、全部に効くよって言われた、全身に効くよって。うん、だからもうちょっとなんかさ知りたかった。自分も昨日やったよ、プライベートでプライベートでね、そう集まりで新兵さんもゲットした。あすごい、久しぶりにしよっかな私も。おはよう、いやどうなんだろうね、ふーちゃんの後もあるのかな。プライベートって言い方そうだな、見てないところでやってたぐらい STU 体操に効果があると信じてやってるってこと。ジューンブライドの家具かわいい、え可愛さそう、朝食撮ってくれるんだ、か撮りたい私も。終わろうかな、こないだビジネスで22回もやってたし、そうそうそう、ビジネスで22回できるのも効果を信じてやってますね。そうコッコを見ながらやった、コッコよ映ってるコッコより家でプライベートでやってる私の方がキレキレだった可愛かった。でもコッコしゃがんでポーズがめっちゃ可愛かった。株買わなきゃね、あれビジネスだったんだでさあね、なんでいきなりザコシさん、チュリさんとのラジオありがとう、コッコ
ぱなんで1回だったの？でもコッコちゃんと公式の公式がアナウンスしてる時間通りにぴったり終わったからさ。うん、みんなが長い長時間規定を通り越してるだけ。 STU の LINE ではあの皆さんも登録されてるであろう STU の公式 LINE では5時から5時15分って書いてあるんですよ。だからいいんだよ、それはそれで。みんな違ってみんないいんです。 STU 体操は回数少ないと叩かれる風潮ある。いやね、いつからめちゃくちゃ回数やる流れになったんだろう。私のせいじゃないよね。でもこのその前もやってる方いたもんね。でもそう、それはそうダメよ、人それぞれだから。うん、うんうん、そうそうそう、ダラダラ10回よりパキッと1回の方が効果も高いよ高いよ。そうそうそう、今日鼻がかゆい。嫌だよね、そういうさ流れでさメンバーみんなやるみたいになったらさ、あ前の子はこうしてたからこうしないといけないのかなみたいな、しんどくなっちゃうよね後が。そんなこと意識しなくていいよって言ったとしても、それをハードルを上げてるのは自分自身か周りの方々だと。そうそうそう、メンバーが頻繁にステイ体操したら全員ムキムキになってグループの方向性が変わった世界面白い。みんなボディービルダーになれるか。誰も気にしてないよ。気にするよ、でも気にしてるよメンバーはコメントもあるしね、なん誰々何回やってたよみたいな、えもう終わるのとか。そうまあいいんだけど、難しいとこですよね。逆もあるってどういうこと？そうそうそう。それをね、私は。あそうなんだすごいその子ってなるけど、えじゃあもっとやった方がいいのかなってなる子もいるから、ザバス48は面白い。 ZVS
でもありそう、なんかちょっとだけ企画とかで。S か、最初も Z じゃないか、 SVS か、 SVS 見事に A だけ除外されちゃった。サバスじゃんね。あ、なんかの、ん？ってこと？もう終わるのってのは悪いというよりもっと会いたいんじゃ、そういう意味もあると思うけど、でも何て言ったらいいんだろう、もう終わるのって捉え方は人それぞれ違うよね。そう思ってるならちゃんとそう何か加えていった方がいいし、そう、みほりもプロテイン飲んでるみたい。え、そうなの？やん、イエイイエイ、みほりと一緒。こう難しいよね、言葉って。対面の方が分かりやすいよな。ね、文字ってむずいよね。みゆみゆの30回に負けて悔しくない？全然悔しくないし、負けたの、負けたじゃなくない？だって前だし、しかも私別に争ってないけど、ほら、そういうのがあれなんだよ。みゆみゆすごいなって感じ。煽られ、あの方は鉄人だから。でもみんなやればできるよ多分、メンバー、うん、なんかそういう表しか見ないじゃないけどさみんなできると思うよ。それは目標が違っただけで、知らんけどね。みゆみゆはすごいよ、みゆみゆはすごいけど、でも後だったら33回とかやってたでしょ。やらないと思う、分からんけど。からんね、それはやっとるかもしれんね。確かに。その誰々はすごいって言うからじゃない？そう、私はそれよりできるよみたいななるじゃん、なる子は。そう、だからまあ、すごいんよ、すごいけどね、すごいんですけれどもね。そうそうそう、みんなみんな個性があっていいなーっていいじゃん。まあしょうがない、そう、まあしょうがないよね、そういう世界ですよね。そう、オーディションナンバーが22でした。22を大切にしておるんですよ私は。 STU 体操っていうのは STU がこう各個人のショールームで配信を
夕方5時からしながら皆さんと一緒に体操ができる STU 体操っていうのをそう作ってやってるんですよ。ぜひやってみてください。今日はまひちゃんとかかな、うん、難しいな、難しい難しい、時間はね決まっ大体5時なんですけど、朝早いなんか5時にグループとしてのお仕事があったりした時は朝早かったりしたし、そうでも大体5時ですね。今日も5時かな。のんちゃん20時からだった。あら。だって。もうね。終わる。今日のチームパーティー出ないの？あの特番みたいなやつ？今度の CD のカップリングね、 STU48 大佐の MV カップリングじゃなくてさ、あれがいいじゃん、なんて、なん特典収録みたいな、やりたいそれ、面白そう。あのなんて言ったらいいんだろう、髪ピッて止めてレオタードみたいなの着て、面白くない？当たり前体操のみたいな、そうそうそう、 NHK さんみたいな感じで、面白い、ユニットごと、確かに確かにね、特典映像MV 以外ね、制服図鑑からやってないよね。あとは制作ぐらい、制作の裏側ぐらい。葵ちゃんのピアノすごい、あれピアノじゃなくない？でも最初の音とかどう考えても分からん、えピアノで表現できるのかな、あれなんだっけ、シンセサイザーみたいなやつ、ピアノのん？うん。面白いね、それ。面白いわ。あの淡い背景がいい、淡い背景、いや可愛いですね、ありがとう薄い青と紫とピンクみたいな見るやつ、よく絶対買う、ほんと STU 体操解説ブック付きいいじゃん、 STU ザージ作らないか、作りたい、伴奏青いひまわりおしゃれになる、バンドバージョン、かっこいいかも、かっこいいかもしれん、でもで解説本は
予約特典特典が あのカレンダーみたいなやつの違うバージョンで解説ブックそう、気候入特典でプロテイン、いやもうどこを目指しとそれは みんなムキムキになるよ。ね。STU のライブマッチョの人しかおらんないけどってなるよ。船のカフェでプロテイン。みんなタンクトップ。なおちゃんに星投げたみたいです。なおちゃんは今日はいつ配信ですか？皆さんもぜひ。星でいいの？星でいいのってさっき聞いたんだけど、どうなんですかね。星でいいんですか？ぜひお時間ある方。もうちょっとで達成しそうよね。でも昨日あともうちょっとだったもん。昨日あともうちょっとだったよね。公演グッズも T シャツじゃなくてタンクトップやば。 We love タンクトップ We love タンクトップ。誰もがみんなタンクトップを活用すれば、そこにそこはタンクトップワールド。10時3分からってみんな星持ってない？でも今日の夜まであるかな。そっか、カウントワークしてたからカウントだけでもいいはず。確かに TKP48 全部48つける。なおやさん、クマありがとうございます。あともうちょっとで達成でしたよね、なおちゃん。あと76万ポイントみたい。あ、そうなん。でもなんか5人くらいでなっちゃったよね。5人ぐらいで、え、76万？5人ぐらいでなんかさ、協力系イベントなの？見たら。腹筋アイドル目指せば売れるって。お、フリプトンさんありがとう。個人じゃなくて合計なの？なんかそうですよね、チーム B みたいな書いてなかったっけ、書いてなかったっけって知ってる人しか知らんけど。スーさんさんありがとう。腹筋オタクねえ、どうだろうね。
100万ポイント中あと74万。本当？本当それ？チーム1位のみグッズ作成とか。グッズ作成いいね。グッズ作成いいよね。グッズみんな気軽にグッズ作れたらいいのに。 STU なんか犬の数だけ腹筋すごいすごいそれね。そうキーホルダーみたいに受注ならグッズたくさん欲しい。受注までにあれなのかな、結構かかっちゃうのかな、いろいろなお金が。ちょっと手直ししてもらうデザイン料とかとかとか。今更だけど未知のキーホルダー欲しかった。うん、終わっちゃったよ。在庫抱えたくない。いや違う違う違う、受注でいい感じならいっぱいいっぱい作ればいいけど、そうじゃないじゃん。じゃけんいっぱいいっぱい作るまでに何か渋る点があるのかなっていうこと。ジャマのキーホルダー、チャマのキーホルダーは愛犬をグッズにしてる48グループのメンバーっているのかな。意外と大きかった。それなこんぐらいあったよね。アバターね。ザバスのキーホルダー欲しい。あるの？あるんですか？実際に作るところがどの数量から受けてくれるとかありそう。確かに。チャマをグッズにしたいとは思わんな。等身大の月見ちゃんぬいぐるみ。待って、等身実物ないか。実物ない、どんぐらいなんだろう大きさ。月見ちゃんの実物大か。でも月だからね、家に入りきらんのやない。155cm ぐらいかな。リアル。こっちがね、こっちが背が。
私とあんまり変わらない身長。おはよう。誰かが入ってそう。そんなことないよ。そんなことない。月見ちゃんのステッカーなら MacBook に貼りたいくらいおしゃれ、かわいい。おしゃれ？なんか間抜けになりそうじゃない？メンバーの名前が入ってるサイリウムとか。あーでもサイリウム、なんて言うんだろう、サイリウムにかぶせるやつは売ってあったよね最近。てか面白い、なんかてるてる坊主みたいなやつとか。面白いよね。 MacBook に貼りたいから青いひまわりのステッカー再販してほしい。めっちゃいいよ青いひまわりのステッカー、キラキラしててかっこいい。あれめっちゃ好き。自分は青いひまわりの資料入れに入れ貼ったのかな。ギターに貼ろうかとも思ったんですけどね。あ、そうそう、ペンライトカバーね。ステッカーいいよね、わかる。わかるわかる、ステッカーいいよね、わかる。ステッカーってなんか買いやすいしね。そんななんかさ、グッズの中では安い方じゃん。グッズとして見たら、物として見たら安いって思えるかどうかわからんけど、その T シャツとかタオルとかの中に入ってたら、あ、グッズの中で安いやつだってなるじゃん。だし結構使いやすいし、ステッカーっていいんだよね。わかる。メンバーがデザインしたステッカーランダム5個入り販売。おいくら？うん、700円。こんぐらい。ランダムはしぶりそう。でも5個も入ってるんですよ。しかも1人1種類だとしたら、一気ドラさんでだとしたら結構さ、いい感じじゃない？10個買えば揃いそう。分からんけど10個買えば揃うなら4桁で終わるね。皆さん、そうだよ、交換できるじゃん。交換するやん、ツイッターで書けるじゃん。求む宗樹里さんのラジオに出演させていただくんですよ。ぜひ。アイコンガチャと違ってトレードかな。アイコンガチャだってさ、メンバー以外も出るじゃん。あれが全部メンバーが出るんだったらね、優しいけどさ。
もうなんかメンバーのアイコンしか出ないけど7000ゴールドかかりますみたいなやつが欲しい。7000ゴールドで10連が。でもそしたらちょっとお得になるか。5000円よね、だってアイコンガチャって。5000円でなんか星が1とか2とかのやつもあって、それで何人か出るか出ないかってぐらいだから、7000円でもうメンバーのアイコンがしか絶対に出ない、メンバーのアイコンしか出ないやつが7000ゴールドで5連とか。7000でメンバー確定単発でいいぐらい。そんなに払うの？自分さ、2月のガチャやっとけばよかった。アイコンの。はや。可愛くない？バレンタインでさ、ピンク赤でハートが飛んでるやつ。何回も回したらメンバー限定にできるとかいいかも。それはあれでいいか。じゃあかけら方式でやったらいいか。 SR 星4確定みたいな。あれめっちゃ可愛かったよね。あれいいな、あれ欲しかったなって思った。後からだからもうできんけど、やっとけばよかった。一押しガチャに本人アイコンも混ぜてほしい。それはダメよ、それはダメ。本人アイコン混ぜたらもうガバガバです。好きなカードあったのに覚醒してポーズ見るなんて。あいらいらいら、ねえリバイバルしてほしい。あー、ここのカード欲しかったな。今ならコインめっちゃ溜まってるのに、あの時はコインがなかったからみたいなこととかあるもんね。ね、なんて言ったらいいんだろう、ちょっと高くなってもいいからいつでも昔のも引きたい。1周年とかの記念日に復刻ガチャ、確かにいいね、それいいね。それ道アイコン持ってるのでもうガチャる気力が。お、嬉しいこと言うじゃん。星カードの星5が出たらもう持ってて、カードのもう持ってる星5が出たらそのカードと合体させて、あのポイントをあげるか、
ポイントを上げない選択肢を作って1ってなって、そのダブリ星5が10溜まったら好きなカードと交換とかあったらいいのにね。コインに戻すとか3パターン。ダブリ星5ってことはやまた嘘。難しい話よな。でもプログラムとか難しそう。コインに戻してほしい。コインに戻すのいいよね。言うだけは簡単なんだよね。やる皆さん、やる方々が難しいよね、多分。ゲーマー道の間無限ね、やってほしいこといっぱいあるもんね。でも私はほんまに2月のアイコンが欲しい。一押しガチャで一気に優しくなったけど、確かに。でももうさ、もうゲットできない時のカードとかさ、どうやったらいいのってなら、だって見れるじゃん。で穴が1個だけ開いてたらさ、めっちゃ開いてるってなるけどさ、ゲットしようにもできないから。ね、あれなんかなんつったらいいんだろう、切ないよね、あの気持ち。しかもなんか星4だけ出てないみたいな、なんで星4みたいな、星5出てるのにってなるじゃん。難しい。星3なんで、星3だけ出んの微妙なみたいな、なりそう。そうね、そうなんだよ。今のところ埋める術がないからさ、それちょっと辛いよね。そう、一覧にしたらね、一覧にしたら穴が分かるもんね。カードの交換や売却できないと思う。なんかカードをガチャして出た瞬間にもう、あの元持ってたカードと合成されてポイントがアップされるから、あのもう自動的に。あと一押し力が今持ってる自分のこの子のカードで最大デッキになるようなボタンが欲しい。ポンってやったらもう勝手にその子の中で一番一押し力が上がるおすすめデッキ、最大デッキを作れますよっていうボタンが欲しい。なんかさ、もうなんかイベントとかあってさ、他のメンバー入れたりさとか、今日はこの子の今月この子のランキングで入りたいなみたいなとかでさ、ちょっと変えたりした時にさ、また星4だけ変えて、で前使ってたやつを覚えとけば分かるけど、なんかあ他にこれより高いのないかなみたいななるじゃん。見た目っていうか、自分の好きなカードがある方はそれでいいけど、
一押し力を大事にしてる方は一発でもそれになるようなボタンがあったら、七並べはもっと神家になる。そう、おすすめデッキっていうのを押したら、その子の中で一番強い推しメンポイントになるデッキを勝手に作ってくれるっていうのがあったらいいなってなる。うん、スタンプの数が増やしてほしいの？へえ。あとさ、あの対決するときにさ、あのスタンプが5個までしか持っていけれないのがさ辛い。なんかさ、こうシュッてしたらさ、また10個、55でさ10個とかできたりしたらいいのになって思ってたんですよ。そしたらさ、あのペンライトが出てきたからさ、あ、できるんだと思って。そう、できないものっていうかそういうものだと思ってたんですけど、そう、ペンライトができるからスタンプ5個ってちょっと足りんくない？本当にもうなんか悩んで悩んで、あ、これにしようかこれにしようかなみたいななる。挨拶系となんかネタ系じゃないけど対戦の時に使いやすい系とかで10個ぐらい、2ページぐらいは欲しいなって思う。ペンライト5本も振ることないんだよな。ペンライト5本振ってくださる方でも結構いるよ。ピシュ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 って。ねえ、あれは2ページあったらもっと対戦が楽しくなる。ねえ、本当に厳選しなきゃスタンプできないもん。運営さんはなるべく早くプレイさせたいからね。でもそれは早打ちイベントをもう永遠にやっててほしい。早打ちイベントって最高じゃない？スタンプ押し間違えちゃうことあるから確認が欲しい。サリア頑張れ。ジョーカー出す剣使う方たまにいて感動する。それな、私も入れてないもん。それ魔剣剣も入れてない。だけど使ってくださってる方いると、あってなる。そうそう、早打ちはいいよな。要望多い。要望じゃないよ、こうしたらもっと良くなるのになっていう提案。要望はこうしてくださいだけど、こうしたらもっと楽しい、いいのになってなる。ジョーカー出す剣使ってジョーカー出さないのあり？かけぐるいみたい。騙し合いゲームですね。魔剣剣はたまに使う。魔剣剣は手に入れてもない。おい、魔剣剣意外と楽しい。嘘。
ジョーカー出す件からのジョーカー出すとウケるから褒められる系のスタンプくる。褒められる系のスタンプとは逆にトレジャーボックスの時は遅くなる気がする。ねえ、トレジャーボックスの時は遅いよね。しかもなんか、あ、もうちょっとでここに来そうだなって言って止める方が結構、まあそれもあれなんだけどね、ゲームの醍醐味やけど。ジョーカーと魔剣剣は買ってない記憶が。なんでさ言うのそれ、買ってない記憶とか私に。つながってきてだんだん勝率上がって嬉しい。すごい。七並べは運ゲーかと思ってた、すべて。そう、好きな層は定番よね。買った方がいい？いや、いいですけど別に買わなくて。うちも全部買った、さすが。前髪伸びた、伸びてうねうね。どうしたらいい？七並べ、七並べ STU になってなかったら七並べに出会ってなかったな。スーさんさん、なおやさん、ありがとう。未知の口から魔剣剣聞いたことない。入れてる時はあったよ。一応全部持ってるんだけど、うん、難しいよね。だって自分の全部入れたらあと1個だっけ。で、好きなさ入れたいなってなるけど、でもあの人のやつも入れたいし、あとはおつかれんこんとかも入れたいし、ナイスとみーちは使いやすいよね。てか持ってくださってる方も増えてきてる気がして嬉しい。ナイスとみーちは使いやすいわ。以上、それな。面白いスタンプ欲しい。面白いスタンプって何？どんなん？先に上がったらクラッカーのスタンプ押してくれるの嬉しい。クラッカーって幸せになれるよね結構。マットマークの後ろが外国の方だったらここぞために面白い。道押しの人じゃない人も結構使ってるよね。そうなんですよ、嬉しい。いやー、葵ちゃん考案のスタンプは煽り属性しかないよね。すごいよね。あ、おら、よろしきやもいいなって思った自分も。クラッカー入れてる人完全の大人。本当？私入れてる気がする。それな。2個。好きなメンバー以外にされた時の反応が困る。あれあれ。すごいじゃん。そんな愛されてるなんて。おはよう、
藤井奈さんから来ました。私も参戦しよう。ブラジルにはたくさんの方がいます。ブラジルは好きですか？行きたいです。ブラジルわざとジョーカー出して反則負けした時に出される、受けるよ自分で言うならいいけどね。だってナイスとみちゃん、みほりんが乱発してくるしてるから入れた。みほりん嬉しい。ウェディングドレスの CM 見て目が覚めた。本当？藤井奈さんが配信で今村さんの話してた。誰かが私のコメントしたんじゃない？じゃあそれってみんな忖度しないでいいですからね。私にハート無限大だから本当に忖度はいりません。あたいにはしたことない、全然。もうそれでいい。ぜひ当たった時はそうしてください。それでは誕生を読もう。いきます。13位大地さん、12位蒼さん、11位試験マシンさん、10位コウさん、9位キョンシーさん、8位ヤマチさん、7位セディアさん、6位ダダダダムノさん、5位アマズさん、4位ギルスさん、3位ツボユウスケさん、2位スーさんさん、そして1位はドゥルルルンジャンゆきさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。そして今日のラッキーナンバー22位はドゥルルルンジャンクリプトンさん。クリプトン昨日の夜にミチにめっちゃ繊維抜かされてて、ハート無限の強さを感じたね。でしょ。そうなんですよ。それでは今日も一日お仕事、学校、勉強、部活、バイト頑張っていきましょう。今日も一日ファイトルブ、せーの、エリエリオーン。またねー。